ようこそいらっしゃいました、旅人さん。なんという巡り合わせでしょう。キャサリン、こんにちは。何か依頼はあるか？それにしても、今日は随分とご機嫌みたいだな。はい。実は今朝早く神社へおみくじを引きに行ったんです。そしたら、近々思いがけない再会を果たすかもしれないと巫女さんに言われまして。キャサリンが神社におみくじ？なんだか珍しい光景だな。あ、いや、そこじゃなくて、お前たった一日のうちに稲妻まで行って帰ってきたってことか？ここリーユエだぞ。私もたまにはプライベートを楽しみたかったもので。それでさっき言ってた思いがけない再会って、オイラたちのことなのか？さあどうでしょう。ただこの期待感が胸にある限り、誰と会っても嬉しい気持ちになれそうです。はあ、オイラたちほぼ毎日会ってるけどな。キャス、ああ、お前の気持ちオイラもわかるぞ。巫女さんの言ったことが当たってるといいな。だってお前のお兄さんは、その落ち込んだご様子、私何か触れてはいけないことを言ってしまったのでしょうか？いや、大丈夫だ、気にしないでくれ。それよりも依頼の話に戻ろうぜ。何かオイラたちにぴったりな依頼はないか？ええ、それでしたらちょうどいい依頼があります。甲府の方からの依頼でして、双眼鏡園を調査してほしいとのことです。え、そこって封鎖されてたよな。もう解除されたのか？詳細については依頼人の月木さんに聞いてみてください。彼は今双眼鏡園の近くにいるはずです。おう、わかった。ありがとな、キャサリン。それじゃ出発するか。はい、星と深淵を目指せ。今回は本当に深淵を目指しているようですね。幸運を祈ります。冒険者協会の依頼で来たんだけど。ああ、こんにちは。その依頼なら俺が出したもので間違いない。ん？そちらの方はどこかで見たことがあるような。もしかして有名な冒険者さんだろうか？そうか、わかった。まずは自己紹介をさせてくれ。俺は月月、つい先日双眼鏡園の採掘許可をもらった甲府だ。それからここには俺の下で働いてくれている奴らが何人かいる。え、双眼鏡園の採掘許可ってもらえるものなのか？ああ、玉境内の奴らもやっと融通が効くようになってな。仙岩群の保護下っていう条件付きで、浅いところの鉱物であれば採掘の許可が下りるようになったんだ。で、その許可を最初にもらったのが俺らだ。だが最近どうも奇妙なことが起きていてな。甲府たちがみんな怯えてるんだ。奇妙なこと、何が起こったんだ？オイラたち詳しい状況をまだ何も聞かされてないんだ。まあ大したことじゃないんだが、無視もできない不気味なことでな。ある日うちの甲府が休憩していたら、意識の朦朧としたヒルチャールたちが前を通り過ぎていったそうなんだ。ただそのヒルチャールたちは彼に目もくれず、双眼鏡園の奥へと進んでいったらしい。それから何日か彼が様子を見ていると、同じようなことが時々起こっていると分かった。もしかして好奇心旺盛なヒルチャールがいて、この辺をうろうろしてただけなんじゃないか？いや、それがおかしなことに、双眼鏡園に来たヒルチャールたちは
入ったらもう出てこないんだと彼が言っていた。そのヒルチャールたちを確認できるのは行きの片道だけ。中に入ったらもう出てくることがないらしい。しかもこの間から似たようなことがさらに増えていてな。あのヒルチャールたちの目的は？あの後あいつらはどうなったんだ？何か悪いことでも企んでるんじゃないかと。そういった考えが次々とコーフたちの頭をよぎり、恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだ。うん、その気持ちオイラもわかるぞ。聞いただけで鳥肌が立ってきた。ああ、未知から生まれる恐怖こそ一番恐ろしいものだ。真相を突き止めない限りどうにも安心して働けそうにない。この依頼オイラたち本当に受けるのか。そのコウフさん、もう少し考えさせてくれないか。おい、オイラの意見もちゃんと聞いてくれよ。そっか、よし、わかったぞ。オイラも頑張る。もしかしたらお前の家族の手がかりが見つかるかもしれないしな。それにここで引いたらこの先ずっと気になってモヤモヤするだろうし。二人とも、この依頼を受けてくれないか。せっかく手に入れた採掘許可だ。俺も無駄にはしたくない。おう、オイラたちに任せろ。何が起こってるのか気にもなるからな。そうか、助かるよ。今あのヒルチャールたちが向かった先を教える。空中に浮かんでるし、丸ごと逆さまになってるぞ。この都市を見てると何か思い出しそうな。ほら、なんだっけ。そうそう、それだ。不気味な雰囲気が漂ってるし、
逆さなのもあの時と同じくらい衝撃的というか、こうなってくるとやっぱり双眼巨炎の下ってアビス教団と何かしら関係があるのかな。これはますます調査しないと。ふぅ、まさかここで貴様たちに会うとはな。予想外だ。久しぶりだな、タイン。あ、いや、待った。どうしてお前が双眼巨炎にいるんだよ。双眼巨炎。なるほど。ここは双眼巨炎の地下か。足を踏み入れたことは一度もなかったが、このようになっていたとは。まあ、前回の出会いと別れはいささか急なものだったからな。貴様が流行る気持ちも理解できる。それにこのような偶然が目の前で起きたんだ。貴様の疑問に俺も答えてやるべきだろう。貴様も思い当たるものがあるはずだ。先日俺はアビスの使徒の痕跡を再び見つけ、それを追っていた。ただ忌々しいことに、奴は俺に追い詰められると以前と同じ手口で逃げようとしてな。その後を追って俺も転移の扉をくぐった。しかし見ての通り、奴とは違う場所に転移してしまったようだ。ああ、これまでの経験から推測するに、アビスの転移能力は単に点と点を結んだものではなく、網目状になっている。転移の扉がどこにつながり、網目をどうたどるのかは、奴らの思うがままなのだろう。この世界にあるワープポイントと、なんだか似てるな。前回、貴様の血縁を追って転移の扉をくぐったが、気がつくと、周りには誰もおらず、俺は一人、あの風魔竜の巣にいた。そうだったのか。ところで、あの最古の幸運鬼の目はどうなったんだ？ああ、それならすでに手を打ってある。運命の食器の計画、その真相を突き止めるまで、アビスの手に落ちることはない。は、その肩書きをまだ覚えていたか。別に隠す気などない。それはかつて、カーン・ルイヤの栄光を浴びた称号だ。しかし、今となっては、ただの皮肉であり、呪いに過ぎない。俺は国の滅亡を見届けた宮廷親衛隊隊長だ。この肩書きを口にしたくない理由など十分すぎるほどにある。どうやらお前のお兄さんが言ったことは本当だったみたいだな。俺たちはかつて旅の仲間だった。あれは運命を求める苦難に満ちた旅。ただ俺たちは共に終点を迎えることができなかった。際限なく質問を続ける前に、先ほどの俺の言葉を思い出してみろ。仮に転移の網の推測が正しかった場合、アビス教団にとってここは転移先として設定するほどの価値があるということだ。アビス教団がここでこっそり何かしてるってことか？オイラと旅人の予想通りだったな。つまり今この瞬間もアビスの目に映っている可能性がある。やめろって。そう言われると怖くなってくるだろう。賢明な判断だ。そこの岸壁の近くに火があるようだ。そこから調べるとしよう。